はようございます。なんか半袖だとひんやりするような朝ですね。昨日は毎日新聞の松井弘和さん、そして斉藤貞三郎さんに来てもらいまして、天の空のスタジオから生配信、楽しくあっという間に2時間以上やってましたかね。ご視聴いただきました皆さんありがとうございました。また機会があればやろうと思いますし、土曜日は、ちょっとまた大きく変わって子宮頸がんワクチンのことにつきまして産婦人科のお医者さんとともにお届けをしてまいります。体重ですけれど、昨日はまあ結局夜は差し入れでいただきましたイカ焼きとかをいただいたということぐらいだったので、お酒は飲みましたが 104.2 というところで、それほど増減はございませんでした。では今日もラジオ行ってきます。